横浜スタッドレスタイヤ検証、続いては北陸です。今回のパートナーは宮川さんです。宮川さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宮川さんは普段は何をされてるんですか？はい、実は私2001年にミス富山だったんですが、そのお仕事をしたことがきっかけで富山の良さをたくさんの方に PR するお仕事をやっています。そうすると今回はまさしく適任ですね。そうですか、ありがとうございます。はい、ところで運転歴はどの程度ですか？はい、運転歴は10年以上になります。あ、北陸では車が必需品ですので、私も毎日のように運転しています。はい、しかしこの雪道の運転に関してはちょっと苦手なんですよ。そうですか。でも大丈夫ですよ。そうですか。今回で冬の運転の意識が変わると思います。そうですか。ぜひじゃあいろいろ教えてください。はい、ところで、富山といえば何が有名ですか？はい、富山といえばやはりアルペンルート、そして黒部峡谷、さらに私たちが今いるこちらの五箇山の合掌造り集落が有名なんです。この素晴らしい舞台を背景に、横浜アイスガードの性能を実証しに行きたいと思います。わかりました。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。富山県南砺市の南西に位置する五箇山。五箇山の合掌造り集落は1995年に世界遺産に登録された。豪雪地帯という風土がこの傾斜の急な合掌造りの家屋を生み出した。標高が上がるにつれ雪が深くなってきましたね。こんな道なのに安定感があって安心して助手席に座っていられますね。ところで沼田原さん、こういった北陸のような道で、スタッドレスタイヤにはどのような性能が必要になってくるんでしょうか？そうですね、シャーベット状の道ではタイヤのパターンが結構重要になってくるんですよ。縦や斜めの溝がタイヤの表面に入っているでしょう。これが雪を上手にかき出してくれるんですよ。アイスガード5は左右非対称のパターンになってまして、タイヤの内側が氷に強く、タイヤの外側が雪に強いという、そういう構造になってるんですよ。なんですか、タイヤって奥が深いんですね。そうですね、スタッドレスタイヤは安全が第一ですからね。ところで冬の路面でどんな路面が一番怖いと思いますか？やはり凍った道ですね。スリップしそうで。じゃあどうして凍った道が滑るのか知ってます？それは氷だからですよね。氷はツルツルと滑りますもんね。実は凍った路面が滑るのは、氷の上の水が原因なんですよ。僕の住んでいる北海道とは違って、この辺の凍った路面は水が多く乗ってるような感じで、随分印象が違います。じゃあちょっとブレーキを踏んでみましょうか。しっかりした制動感がありますね。本当ですね、しっかり止まってくれましたね。シャーベットから凍った路面まで、ここ北陸でもアイスガードの実力を実証しました。以上、私宮川沙織がお伝えしました。